皆さんこんにちは、ジャパカナファミリーのママです。あれ見てください、あれあれはね、あのタイが今日のお掃除をするはずで、なんとなくしてくれてるんですけど、お掃除でも掃除機ね、終わったらポイ捨てですよ、ポイ捨てなので、片付けるよりもママがもう一回掃除しようかなと思っています。で、ちょっとね、カナダの掃除機をご紹介しますね。見て、これ。見えない。こんな大きいんですよ。で、これを、これはね、カーペット用なんですよ。ここ、2階はカーペットなので、カーペットをこれで掃除して、でね、このホースをね、消しますね。ホースがね、ここ。これ、まあ壁。壁なんですけど、壁にね、こう穴が開いてて、で、ここに、ホースを、こうやって装着するんですよ。よいしょ。でね。で、これコンセントをつないで、これがホースね。これ、吸ったものがこのホースに流れてって、壁の中に入っていくっていう仕組みなんです。すごくないですか、これ。海外ならではの掃除機だと思うんですけど、これなんて言うんだったっけな、こういうスタイル。忘れちゃったけど、ちょっと後で、ダダに聞いてみます。で、これがね、じゃあ壁の中からどこ行くんだよってなるでしょ？じゃあそれをちょっと今、お見せしますわ。これを今、一応3階なのかな、ここ。3階建てなので、はい、3階でした。で、3階からこう降りていきます。するとこんなとこに靴下が、臭い靴下がありますいいえ。そしてこんなところに誰かが置き去りにした掃除機もあります。で、ここに靴下の犯人がいました。臭いんだよ。何？なんでそんなとこ置いとくのよ。にも靴下がある。いいえ、もうやだ。ねえ、たいくん、あんたのジャケットもここにあるんだよ。片付けなさい。ここがまあ2階なので、下のホース。今日は何してんの？だからママ今、ゴミがどこに行くかを教えてるの。ああ、そっか。タイくんも一緒に来る？ガレージに。じゃあちょっとまず髪の毛直してくれる？ダメ。ダメじゃないよ。頭はボサボサだよ。ボサボサ。寝癖って英語でなんて言うの？ Bedhead。Heads or head? Head. Bedhead。日本語は？寝薬。寝薬じゃない。寝癖。じゃあちょっと下行こう。これ、昨日ね、アマゾンから商品が届きまして、子供たちが遊びたいっていうので、1日ウイルスが消えるように、ここに放置してました。もう1日経ったから大丈夫かな？ママ、シュシュってアルコールしたし。シュ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 。OK。じゃあ、ホース見に行こう。What's the vacuum called? Mounted into the house? Central vacuum. Central vacuum. Okay. Hi, thanks. Central vacuum. Central vacuum. 行こう。はい。ここが、車庫。車庫につながってます。どこ？知らないの？知らない。あれだよ。
これほら、ここにあるでしょ、うん、穴が。だこれがずっとこのパイプが家の中ずっとつながってんだ、上まで。で、ゴミがここ来て、ここ来て、ここ来て、で、ここのタンクに溜まるの。What if it's filled? そしたら来たねこれ、ここ、これがあれだよ、袋。ダメダメ。Would you just twist it? No, I never done it. いつもダダがやるから。ダメダメダメ。ダメダメダメ。あ、違う。多分ね。うん、多分そろそろ変えなきゃいけないんじゃないかな。じゃあ、後でやってみましょう。知らなかったん？ Well, I knew what this thing was. But I didn't know that... Because... そう、そこにも。All I knew was this. ここにもホースをつなげて、で、掃除ができる。アップステアもあるね。OK、レッツゴー。そう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 。ここにもね、ホースをつなげて掃除することができる。でも、あんな大きいホースとバキュー持って上行くの大変だから。こうやって、こうやって。違うよ、この上から多分ホースが、パイプがこうやってガーってあって、こうやって、の、多分こうやって。で、そのこの下に、ガレージが。え、え？面白いね。あれ？うん。Where does it come from? Hello. But where does it come from? Does it come from underneath? え？違う、上から下だ。I know, but the pipe doesn't go... 見えないだけだ。あるな。OK! じゃあママ上、もう一回バキュームしてくる。バイバイ、ママ。バイバイ。ちょっとここら辺片付けておいて。ダメ。ダメだな。ということで、これがセントラルバキューム。セントラルバキュームの仕組みでした。で、これがね、大変なんですよ、このホース。ちょっとやってみますね。大きいからいいっつっちゃいいんですけど、やっぱり掃除が大変ですね。下の掃除もやってきます。はい、頑張ります。では、靴下履いたの？はい、はい、履いてる。はい。なんじゃこりゃ。なんじゃそりゃ。やだもん。ニュースタイル。捨ててください。タクは大丈夫です。タクは大丈夫です。オッケー。
やだそれ。すごいことになってますね。さよなら。